こんばんは、2020年4月9日、休校中の皆さんの勉強を応援するウェブ朝倉学校です。で、本日は、私の、授業をやらせていただいております、船橋市議会議員で予備校講師の朝倉と申します。で、市議として、本日は午後、1時から、5時ぐらいまで船橋市教育委員会並びに保健所に対して現在の学校のをめぐる状況、あるいは、船橋市役所では、それから、保育園とか放課後ルーム、それから、などの、状況ですね。それから、放課後デーなどの状況、そして、保健所の状況などを確認してきました。で、その、確認とか要請に、今日午後いっぱい使いましたので、ちょっと理科まで用意できませんでしたので、理科はまた後日に発行するということで、本日は数学のみをやらせていただき、それを数学発信した後に、しばらくして、その今日調査してきました船橋市役所、教育委員会、そして保健所の状況についてご報告をしたいと思います。で、本日の勉強は円その3、円と接線、月食と日食ということをやらせていただきたいと思います。それでは、で、まず毎回お見せしてるんですが、この、朝倉学校の数学はだいたい10分から15分程度で発信をします。で、小学校高学年から高校生まで貫く数学の共通事項を重視します。で、特に円と三角形を重視しておこうと。で、数学用語の英単語も復帰して行きます。そして、Google のクラスルームでクラスも持っておりますので、ご参考にください。それで、今の時期、なぜ学校が休校になっているのはコロナですね。で、コロナを乗り越える数式ということで、私が思いついた、コロナ苦労と苦闘で割り乗り切れば幸せの数7になるはずだということで、この緊急事態を共に勉強しながら乗り切っていきましょう。それでは本日の内容です。円と接線ということなんですが、円外のある点から円に引いた2接線の接点までの長さは同じ長さとなると。ここの長さとここの長さということですね。2つ接線引けますね。で、そのここまでの距離は同じになるということです。まあ、これは見ればなんとなく同じところと分かると思うんですが、中2以上の人は証明をやっていますので、これ証明をしてみますと、ここが共通の斜辺ですね。この2つの直角三角形で。で、これが半径で共通ですので、で、これ直角です。昨日もやりましたように、接線と、接点と中心を結ぶ半径は直角ですので。そうすると、斜辺と一辺を共有するが同じ直角三角形は合同でありますから、これとこれの長さが等しいということが証明できます。それでは、次に、2つの円の5つの位置関係、2つの円がその、存在すると、その2つの円については5つの位置関係があります。離れている、そして外接する。まあ、これ離れてるのは分かりますよね。離れてます。で、外接するというのは、こう一点で接するんです。外側で一点で接します。これ交わる。あと内接する。こう内側に入り込んで、ここで接する点ですね。で、あと含まれる。内部にあるということです。で、この5つの位置関係があります。それで、本日、円と円の2つの円の距離関係のことを言うんですが、円の距離というと、この2つの円がこう接近してきたとき、この、その距離ですね。例えばなんか、地球に対してなんか惑星が、衝突してくるような、2つの玉が衝突する直前を考えると、これの方が、衝突までの距離という感じがするかもしれませんけど、実は円は、前にも言いましたように、円周、この周囲だけを円とみなすことがあるんですね。そうするとこう重なることもできるんです。で、そうすると、例えばこういう重なった状態だと、これでは距離という、こういう距離が存在しない形になりますので、円の距離は2つの円の中心の距離で示すことが多いです。で、距離のことはディスタンスと英語で言います。まあ、今、例えばスーパーに並ぶときも距離を離しましょうとか、職場でも距離を取りましょうというのをソーシャルディスタンスと言いますけど、これは距離のディスタンスとか来てます。
さて、でこの5つの円の位置関係について、まあこれ、まあ、見れば感覚的には分かると思うんですけど、数学的に、整理をしておきたいと思うんですね。で、2つの円の位置関係について、あ、そうだ、あの、まあ、答えを言う前に、注目ポイントは半径の長さはどうかと、で弦とか共通接線はどうなるかということを注目してください。それではいきますと、こういうことです。離れていると、このディスタンスですね、この距離よりも2つの半径よりも距離の方が長いんですね。ということで D が R1 と R2 の足したものよりも大きいです。で外接する場合にはちょうどぴったりです。 D の長さと R1 と R2 の距離がぴったし、で交わる場合には、あのこの R1 と R2、 これですね、これとこの赤の2つの長さを足すと、この D の長さより長くなりますね。ということで R1、R2 の足し算よりも、まあ、D が小さいということになります。ただ実は次に内接する場合考えてみると、内接するときにはこの中心間の距離がこれで、ここが半径になりますので、この赤の2つの差、つまり長い赤から短い赤、長い半径から短い半径を引いたものがちょうど距離になって、中心間の距離になってですね、 D イコール R1 マイナス R2 よって、交わる場合は内接するよりも、大きくなければいけない、あの距離が離れてなきゃいけないので、これよりも、大きくて、そしてこれよりも小さいという形になります。さて、次、内部にあると、この、非常にこの2点間の中心間の距離が小さくなるんですね。そうすると R1、R2 を引き算したものよりもさらに小さくなっているという関係があります。さて、でこの距離関係とともに注目したいのは共通接線ということですね。で接線というのは1つの円にこう接する線、こういくつでも書ける、1つの円だけだったらいくつでも書けるんですが、2つの円に同時に接する線というのは、まあ、実は書ける本数が限られてまして、離れている場合には1、2、共通外接線と言います。円の外を通るので共通外接線、そして円のこう内部を通るというか、そのお互いの内部を通るので共通内接線と言います。共通内接線が2つと共通外接線が2つです。で次、外接する場合には、共通外接線が2つと共通内接線が、これがちょうどこう垂直の形で描けるんですね。で次、交わる場合には、共通外接線は書けるけど共通内接線はありません。で共通弦というね、弦が共通な部分があります。共通弦、そして内接する場合には共通外接線が1個だけ書けます。そして、交わってる場合には接線は書けないという形になります。でここで注目していただきたいのは、この円の図形のなんていうかな、整然とした美しさなんですけど、まあなんとなく整然として美しいというのは分かると思うんですが、その美しさのポイントは ここの中心を結ぶこの線ですね。この線中心同士を結ぶ線に対して対称になったんですね。あのこことここ、線対称というんですが、これを上下折り返したように同じような形になっている。これもそうですね。これもそうです。で、これもそうですし、これもそうです。で全て、中心同士を結ぶ、直線に対して線対称になっているというのが、この美しさの、整然とした美しさのポイントであるということですね。それでは次に、共通外接線の交点から2円の中心までの距離について考えてみたいと思うんですが、これは非常に規則正しくて、これも規則正しくて、こう共通、外接線2つありますね。そうすると交わる、どっかで交わるんですね。でそうしたときに、この共通外接線の交点から中心までの距離をディスタンスの1、D1、ここまでの距離を D2 とすると、これ実は R1 と R2 半径に比例するんですね。半径の比に比例する。これ実はこの三角形とこの三角形は相似です。全く同じ形をしてます。そうすると辺の比は等しいんですね。だからこれの辺の比とこれの辺の比、これの辺の比とこれの辺の比は等しいということで、まあ、あの共通外接線の2交点から2つの中心までの距離の比は2円の半径の比に等しい。まあ、これも2つの、相似な、形が同じ
三角形ができるということから説明できます。同様に共通内接線、こう内側では交わるときも、実はこの D1、D2、この距離とこの距離ですねは半径に比例する。でこれもまあここの形とこの形が相似ですので、これ相似になります。これ対頂角で角が等しいですので相似になりますので、 R1 と R2 が R2 がこの D1 と D2 の距離にまあ比例するということで、まあ共通外接線、共通内接線ともに円の半径がちょうどその交点からまでの距離になるということです。それでは最後に、まあ非常に美しいですね、円と接線の関係は美しいけど、美しいだけじゃないんですね。実はこれが私たちの生活にも関係するというか、天文現象にも関係しますというのはこれなんですね。日食と月食がまさにこの図で描けます。で実は何らかの偶然なんでしょうけど、本当に偶然だと思うんですが、太陽と月と地球の、半径、まあ、直径と言ってもいいんですけど、ちょうど1対4対400なんです、まあ、地球を基準にすると地球の100倍の半径直径を持っているのが太陽です。そして月は4分の1ですね。まあ、地球を基準にすると1対4分の1対400、100としてもいいんですけど、計算が、ちょっと、分数が出てくると分かりにくいので月を1とします。月を半径1とすると地球は4、そして太陽は400ですね、ということになります。それと何らかの、まあ、偶然なんでしょうけど、ちょうど月、地球から月までの距離が1なんですね。それに対して地球から太陽までの距離が400です。1対400です。そうするとまさに今日勉強した共通この接線が書けまして、日食というのがあるんですが、この日食というのはこの太陽がちょうど月の影に隠れて、この地球上のある地表の一点です。まあ一点、まあ非常に狭い範囲ですけど、太陽が隠れて見える点が生ずんですね。でこれ時々しか生じません。というのはこれ平面的に書くといつでも生じるように感じるんだけど、実際は天文現象というか、太陽とか月とか地球は、まあ、空間の中を動いているので、実際にこれがピタリと来るときはそんなに、まあ、頻繁ではないんですね。だから時々日食というのは本当に20年とか30年に、まあ、1回ぐらい、という話になるんですけど、まあ、原理は平面的に書くと、原理は今日の共通接線の話で、1対400だから半径1対400というのとぴったり合うということで、地球上の一点にこの太陽が月の影に隠れるところがあるはずだということで、昼間です。さてじゃあ、対して月食はどうかということなんですが、月食は、こういう関係になります。でこう地球と太陽を共通接線を書いてみると、これ、まあ、1対400、4対400ですから、ここ400に対して4の、こう日陰、地球の影の部分ができるはずなんですね。宇宙空間の中に地球の影ができるはずです。で先ほど言ったように月までの距離は1ですから、比較的容易にこの月がまあ、ここの隙間に入ることはあると。そうすると月食になるんですね。だから比較的月食の方が日食よりもこういうふうになる確率は高いので、月食の方が起こりやすいということになります。 でも実際そんなに頻繁に起こるわけではなくて、やっぱり先ほど言ったように宇宙空間の中で地球、太陽、月の位置は平面的よりもずっとずれてますので、実際はこう影にすっぽり入ることはなくて、太陽が、まあ、ここにちょっとだいたいこの影からずれてるんですね。でそうするとむしろこれは月が太陽の光を受けてまん丸く見えますので、実際満月になる条件の夜の時に時々月食が起こるということになります。こうスポッと入った時に月食が起こるということになります。でこの月食と日食という現象は、今日勉強した数学における共通内接線、共通外接線というこの図式で全て説明できるんですね。平面的にはこの図式で説明できますので、まあ、数学の勉強はそのまま理科の理解につながっているというふうにお考えいただければと思います。はい、
それでは、ご清聴ありがとうございました。で、先ほど言いましたように本日は、昼間、に船橋市役所に行っていろいろコロナ対策関係、学校対策関係の事情を聞き、そして要請もし、保健所についても船橋保健所の状況についても把握してきましたので、それで理科の本来は今日 目の第3シリーズやる予定だったんですが、それやる時間が、なかったので、それはまた後日にやることにしまして、9時過ぎぐらいに、今日篠原市役所で調べてきた内容をご報告いたしますので、また、ご覧いただければと思います。ご清聴ありがとうございました。